食用のアスパラソバージュアスパラソバージュは、オルニトガルムピレナイクムの食用となる、ワカメの名称。同じ、生地クシ化であり、アスパラガスという名前がついているが、アスパラガス属ではなく、オオアマナ属に分類される。本校では、野菜として供されるアスパラソバージュ、および植物としてのオルニトガルムピレナイクムの両方について述べる。野菜としてのアスパラソバージュは、 森のアスパラガスとも呼ばれる。フランス語では他に、アスペルジェットとも呼ばれる。本種オルニトガルムピレナイクムの英名は、プルシアンアスパラガス、バスアスパラガス、ピレネスターオブベツレヘム、スパイクトスターオブベツレヘムとも呼ばれる。イギリスで、バスアスパラガスと呼ばれる由来は、イングランド南西部のバース地方の特産物だったからとも言われている。学名のオーニソガラムピラナイクムは、 ピレネー山脈の大アマナ族の意。1753年、カール・フォン・ギンネによって、著書、スピーシーズ・プランターラムに記載された。族名の王ニソガラムはギリシア語デトリを意味する、老乳ーヨータの単数属格系老乳ヨータシータと牛乳を意味するガンマ・ラムダ・アルファーの構成語で、花の白い色に由来すると考えられている。また、この族のある、 種の花が鳥の糞に似ているからとも言われる。種形容語ピラナイクムは、ピレネー山脈のを意味する、ラテン語形容詞ピラナイクスの中性単数主角型で、フランスとスペインの国境にそびえるピレネー山脈の周辺に分布していることから名付けられた。以下のように多くのシノニムがある。本種はフランス語では、アスペルジュ・ソバージュはスパージュ・ソバージュではなく、アスペルジュ・デ・ボア・アスパージュ・デ・ボーイズと呼ばれている。 フランス語でのアスパージ・ソバージュは、大甘な属ではなく、アスパラガスと同じくキジカクシ属の植物であるアスパラ、アキューティフォリアスを指す。しかし、日本語の文献やウェブサイトでは、両者の情報を混同して、アスパラ・ソバージュとして紹介される場合がある。例えば、かつて存在した農林水産省の消費者相談ページでは、本種について、フランス語でアスパージ・ソバージュと言われ、 野生のアスパラガスを意味しとしている。一方で、両者は英語圏でも混同される例があり、アスパラアキューティフォリアスを指すワ、ワイルドアスパラガスワイルドアスパラガスも、アスパラソバージュの別名としてルフしている。さらに、フランスのカーシュルメールにあるレストランで、オーナーシェフを務める神谷高行によれば、両者はフランスにおいても混同がある。本種の破本種の果樹規部から開花し、 上部はまだつぼみである。各花の基部には、ツトがある。本種の花球根は、長径34から50ミリメートル、短径26から36ミリメートルの卵型で、収縮根を生じ、通常は二次的なコ目を持たない。幼少が乾燥した薄皮は、淡かし色で、球根の上10から20ミリメートルが先細り、細い頸部となる。葉は、 植物体の基部で4から7枚がロゼットとなる。葉の長さは40から75センチメートル、幅は0.7から0.9センチメートルで、形は線形、または先細りでわずかに龍骨があり、表面は無毛でお白いに覆われ、緑色でやや光沢があり、先端は枯れる。葉は花より前に出る性質を持つ。果を除くの長さは48から78。 センチメートル、幅0.24から0.5センチメートルで直立し、滑らかであや,や光沢があり、おしろいに覆われる。果序は、相乗果序で非常に長く、長短はピラミッド型となる。花を除いた、長さは20から45センチメートル、幅1.5から2.6センチメートルで、25から55個の花をつける。とは8から15、2.5から3.7ミリメートルで、 普通小花柄より短いか同じくらい、稀に少し長く、膜質で三脈がある。トの形は、卵形から筆心型で、基部はかなり広く、長短は、剛毛で覆われ繊維型。小花柄は直立して開け出し、下部の花では13から25ミリメートル、中間部では11から17ミリメートル、上部では3から7ミリメートルとなり、 結実した小花柄は18から25ミリメートルで直立して茎に沿う。花の直径は18から23ミリメートルでわずかに方向がある。花皮片は6枚で、鉱軸側が黄色みがかり、背軸側では黄色みがかっているが中央に幅1から1.2ミ、mm、リメートルの緑色の帯があり、線形から線上皮信形である。花比編は開花初期には、 縁が滑らかだが、成熟すると縁が曲がったり、うねったりするようになる。外可皮辺は、長さ7から1 1トル、幅2から2 3ト、mm、ルなのに対し、内可皮辺は、長さ7から1 0ト、mm、ル、幅2から2 5ト、mm、ルで、外可皮辺よりやや短く、幅が広い。湯水は6本で、可皮辺の長さの1、2から2、3、花糸は、 白色で基部の半分が急に広がり、外側の花糸は長さ5から6ミリメートル、計1.2から1.4ミリメートルなのに対し、内側の花糸は長さ5.5から6.2ミリメートル、計1.4から1.8ミリメートルで、外側のものよりもやや長く、幅が広い。約は、赤紙、単光色で、列界前の長さは3ミリメートル、列界後は、 長さ1.5から1.8ミ、mm、リメートル、太さ0.7から0.8ミ、mm、リメートル。脂肪は単緑色で、長径2から2.5ミ、mm、リメートル、短径1.5から2.5ミ、mm、リメートルで、卵径、防水径、または短い円筒型で、長部は節型で、横断面は鈍三両径、角壁密線がある。下中は、 白っぽく糸状で2.5から3.5ミ、mm、リメートル。中等はやや3両で、専門がある。泡かし色の果ては、長径8から9ミリメートル、短径5.5から6.5ミ、mm、リメートルで、卵径から円筒径、断面は三角となり、3つに劣化する。種子は1果てあたり10から18個、重さ5から7.5ミリグラムで、長径2.5から3.1ミ、mm、リメートル。 単径1.6から 2mm 角張り、不規則に潰れた形状をしている。外主皮は不規則なシワを作るか微細な毛状で、種子の円に小さな下流が散在することもある。多年草。柿は5月から6月、高知では7月にも開花する。柿は6月から8月にかけて。繁殖は種子による優生生殖が主で、果樹ごとに多くの種子が作られる。 稀に二次的なウロコメを作ることもあるが、栄養生殖は、有生生殖に比べあまり重要ではない。生育場所は森林、草地、下半など、日陰を好む。主に酸性土壌に生育するが、他の種類の土壌でも観察される。染色体数は 2n イコール16、文献により 2n イコール16、2n イコール24。トルネードはによると、本種は2倍体で、 染色体基本数は X イコール8である。プレストンヒルにおけるサブメディテレーニアン、サブアトランティックスピーシーズに区分される。ヨーロッパ、アフリカ北部から西アジアまでの地域に生息する。ギリシャ、トルコ、ロシア中、東部、モロッコからイギリス南部まで分布しているとされるが、分類学的に同士化は不確かである。ユーゴスラビア北部で最もよく見られる。 イベリア半島では、北部と西部で、比較的よく見られるが、塩基性土壌が多く分布する東部や南東部、バレアレス諸島では生育しない。イギリスは分布の北限に、近く、主に、ミルトシャー、サマセット、グロスタシャーのバース地方に分布している。また、ベッドフォードシャーでは、イートンソカン付近、バークシャーでは、アシュリッジウッドに自生している。その他のシュロップシャー、サリー、 サフォークなどの場所では人為的に導入されたと考えられている。イギリスでは低地性の植物で海抜180メートル以下に生息している。西ヨーロッパや中央ヨーロッパの多くの地域では局所的な集団に限定された希少種であり、ドイツのザールラントでは小集団のみで保全を要する。ヨーロッパに広く自生しており、主にピレネー山脈近くで収穫される。 日本への輸入物はフランスからの冷蔵、冷凍物が主で、栽培物ではなく自生しているものがほとんどである。日本では2000年頃、山形県酒田市の佐藤義則が農業新聞で掲載されていた記事をきっかけにし、独学で栽培を開始。2010年頃から収穫ができるようになった。日本では種が入手可能で、栽培可能地域は全国となっている。 前年の10月から11月に種をまく。翌春に発芽。3年目から収穫ができ、4月から6月に収穫が、される。流通時期が限られており、供給量も少ないため、高級食材として高値で取引される。調理前のアスパラソバージュヨーロッパでは、山菜のような位置づけの春野菜とされる。色は、黄緑色。アスパラガスにも似ているが、 つくしのような形状とも言われる。ニンニクの芽や花ニラのようにワカメを食用とする。ワカメを収穫しない場合、草丈は30センチメートルから60センチメートルになる。歯触りはサクサクとし、わずかにぬめりや粘り気があり、やや苦味がある。旬は4月から5月頃、アスパラガスと違い側を向かずに食べられる。2015年6月。 改築を控えていたホテルオークラ東京本館にあるレストランラベルエポックではミシュラン一つ星のシェフであるフレデリック・シモナントのフェアにおいて冷製スープの彩りにアスパラソバージュを使用した料理例では蒸気のスープの彩りのほか、サラダ、パスタの具材、天ぷら、肉料理の付け合わせ、おひたしなどがあり一般的には茹でる炒めるなど加熱してから調理するフレンチのレシピでは サラダ、タルト、カッペリーニでの下ごしらえにおいて、塩茹での後に氷水にさらす手順が含まれている。日本語のウェブサイトによれば、ビタミン A、ビタミン B1B2、ビタミン C、ビタミン E、カルシウム、カリウム、リン、アスパラギン酸などが含まれる。ありがとうございます。